どちらかというとゾニキさん、自分は柿さんかなと考えてます。それはやばいっすよ。それはいや、だってクロムさんのね、だって最新情報が柿さんだったのに出さなかったのもおかしいし。いや違う、それはセンターさんが、うん、あの嘘をついた。キッチャーリングイチさんと2連続偏るね、やっぱね、このゲームね。ナイスボタン。マジ切らない。一番似てるやん。マジで似てるんだよな。え、似てないでしょ。似てないよ、似てないよ。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 ほぼ猫。ほぼ猫。猫。似てるな。猫って何？猫は猫だよ。トッダスさん、猫って何？諸説あるねー。諸説あるねー。便利だな、夏目。夏目の言葉便利だな。便利やな。めっちゃ似てる。やばすぎる。アーカイブで。おわしめし。電子速直し、ここにリフトがあれば完璧だったな。お、ボタン押そう。あ、押してくれ、そこの人。アルマさんか。アルマさんは、初手貨物脇で慎太郎さんと、3人で貨物で湧いてます。で、どう、なんか、停電の後どうしたのか分かんないですね。ごめんなさい。アルマくんはね、貨物室の左下の何もないところに立ってましたね。おう、じゃあ、アルマが悪いよ。忘れよ。自業自得だね。そっから何やったか分かんないけど、多分まあ、弁当とか監視してたんじゃないかな。多分。いや、アルマが悪いよ、これは。シャワーで会った2人って誰でしたっけ、僕と。千早、あとトータスさんかな。うん、そうだそうだ。うん。俺、会いました。トータスさんはね、最後ね、ラウンジの上から来たからね、なかなかアルマさんが下にいるんだったら、わざわざ弁当でキルして上から来たことになるから、まあ、トータスさん違うそうって思った。あ、それって同様の理由で千早さんも否定できるよ。ん？千早さんは知らない。ごめん。夏目先生が否定できるんだったら教えて。ね、シャワーから貨物で弁当で飛んで、千早さんってラウンジの方に行ってたから、シャワーアーカイブラウンジの方に行ってたから。下の方で死んでるっていう予想のもとですよね。はい、うん、まあ、千早さんは見てないから分かんない。トータスさんしか見てない最後は、ラウンジで。うん。千早さんその前まだ、俺はシャワーに置いてきたから。うん。うんうん、ちなみに停電直したの誰ですか？はい。センターさんか。昇降機右とかですか？じゃないんだ。昇降機右です。はーい。昇降機右。速攻多分1秒ぐらいになると思います。ごめん、持ったわ。1秒の幅わけないわ。結構めっちゃ持ったわ。とにかく右側ってことですかね、アルマさん、大体。おそらく右側。で、かつ右下ですよね、多分。はい、左の弾けそうな人は、あ、まあ私、宿舎前、金庫、ミーティングだけなんで、まあ無理ですね。ああ、いいね。はい、柿浮いてるんですけど、誰も見られてないけど。ごめんなさい、神宮寺が柿さん見てます。神宮寺、メインドアクキッチンからセキュリティ行くときに、セキュリティで柿さん最後見てます、完成で。トータス最後、貨物入った時に会ったのは慎太郎さんです。下から上上がってきてました。僕はその後、金庫の方行ったんで、通路の方は見てないです。慎太郎さんが怪しいってことですか？かなって。いいキルだね。よく通ったね。まあ、停電しよう。まあ、停電しよう。夏目、お前は殺す。支援で殺す。
先だし。せーねー、めちゃくちゃいる。逃げよう。神宮寺さんもいるの、逃げよう。今アドミン見てたんですけど、セキュリティとエレクトリカルなんじゃないかなっていう感じじゃないですか。いや違う違う違う、ゾネキさんがセキュリティでエレキが慎太郎。やべえ全然見てねえ。セキュリティが、いやでも右側ですね多分。右側俺めちゃくちゃ浮いてるんですけど、アーカイブシャワーメインラウンジなん、最終位ラウンジなんですけど誰と待ってないはずです。ん、アーカイブシャワーメインラウンジ。ああだからその後メインの後はもう一回ラウンジに戻ったよっていう。あ、戻ったことね。そうそう。あ、じゃあ早さんって貨物にいましたよね。いました。最後会いました。センターさんと会いました。はい。うん、カメラ情報で夏目先生の目撃情報とかって。夏目先生初手キッチン。うん。でゾニキさんも見てるはず。そうですね、見てます。はい。で僕はセキュリティ、エレクトリカル診察で会ってて、まあ、そこのアドミン光ってないってこともあって死体もないですね、うん、なるほど。他にないですか。あ、なければ神宮寺さんだと思います。私カメラで、エンジン左から右、ミーティングルームに向かう夏目先生と神宮寺さんが重なっていくのを見てるんで、そこから神宮寺さんの証言が出ないようだったら夏目先生が消える。おーすごい、それはいい。エンジンから右へ抜けていく夏目先生、神宮寺さんが重なりながらミーティング方面に向かっているのを見てるんで、だから途中で切ってボタンを押して死体消しだと私は思ってます。おーすごくいい。いやごめんなさい、僕の中だとそこ確認ができてないです。夏目先生は武器庫であったのは見ています。で柿さんが首っと抜けてるのは見ていて、その後ボタン押しに行っているので、そこは僕、ごめんなさい、僕の抜けてますね、見れてないです。完全に重なって動いてるのを見てるんで、もうローラーで構いません。あのそれがなんだろう。なるほど、ローラーっていうのは、うん、あ、僕とゾニキさんのローラーってことですね。あ、ゾニキ神宮寺ローラーで大丈夫です。もう確実に黒目さんの動きとか聞かなくていいですか。ん、誰さんの動きですか。黒目さん、クロムさんだけ。ごめんなさい、これ僕ごめん完全に抜けているので、夏目先生が、そこにいたか確認できてません。まあ言い切るならゾニキさんローラーでお願いします。ボタンないです。押すぜボタン。来るんだ。まあ一応そのなんださっきのは夏目先生が完全に神宮寺さんと重なってて、見てるんで、あのまあ一応証言が出なかったらもう絶対神宮寺さんだと思って、ああいう仕方をしました。それでインポスターで私をが言ってというのであれば釣ってください。見落としはもうほぼほぼないです、重なってたんで。素晴らしい。しかも慎太郎さんがゾニキさんをセキュリティで見てるんですよ、ね、セキュリティで見てるからカメラ見てるのは合ってる。でカメラ情報先出ししてくれて千早の当ててるんでかなり芯が強い。あーそっかそっかそっか、はい、貨物で入れてって言ってたのゾニキさんか。一旦ローラーの話じゃなくて別のキルの話をした方が、おそらく神宮寺さんがインポスターの場合でも初手キルできないかなと思うんですよ。確か柿さんと証言出しちゃってなかったっけ。なので、あでも俺目線は見てないんですよね。あそうなの。うん、そう見てないです。柿さんくらいは見てないです。そうそうそう、うん、って感じでしたね。一方的な情報でしたね。トータスさん、セキュリティか。あいいどうぞ。あすいません、トータスさんどなたか見てないかなっていう。見てないですね。見てないな。見てないか。困ったな。あと黒目さんの動き中心聞きたいかな、はい、他の人は多分動きだいぶ洗えてる。アーカイブは行っ
て、シャワーでちょっとあの右のあの4つのタスクをやり、近くにあったメインホール、その後、まあ、ラウンジにもタスクが1個残ってたので、そこが一番近かったのでラウンジに停電直そうと思いながらもラウンジに向かって、まあ、停電直ったからラウンジやってで終わりって感じで、その間に誰とも会ってないっていう動きです。停電直したの誰ですかね、西田が起こったタイミングの日。はい、直せないです。直せましたけど、いろんな人触ってました、うん、あ、なるほど。はい、貨物で触りました自分は。はい、ドニキさんどうします、釣ります？ドラが普通だと思いますが。いや、しないです。スキップしました。さすが。ありがとうございます。すごい、クルなんで。もう白で見ます。ありがたいです。うん、すごいリスクがね。6216か。アドミン見て、セキュリティエンジン、セキュリティ行くか。クロム、クロムインポスターじゃないんや。セキュリティに、にあって、あ、どこあったっけな、あ、エンジンに2ありましたね。エンジン2のうち1人多分千早。直近ですか？いや、もうちょっと前、停電ちょい前ぐらいかな。だったらエンジン2が多分僕も入ってるのかな。うん、慎太郎さんとすれ違った。違いやさん。あとゾニキもエンジンメインって移動して、うん、最終メインに慎太郎さんも一緒に、うん、いましたね。セキュリティに行った人は、うん、あ、じゃあそれが多分死体とハニーな。じゃあ、証言取れてるのが3人いるから、カキさん、センタンさんつって終わり、センタンさん、カキさんつって終わりじゃないですか。違う、いや、うん、まああと神宮寺さんと LINE があったのは俺柿さんの方だと思ってるんで。いや、そこのかばい方が、俺最初キッチン脇でセキュリティでクローム見て置いてったんですよ。うんうん。でその間キルクール絶対溜まってないで、ミーティングまで歩いてたんですよ。無理じゃないですか。うん、あ、というか柿さんボタンか。うん、ボタンボタン、そうそうそう、タイミング的に早い。うん、てかあのそんなにキルクール開けてすぐぐらいの。あれ、え、じゃあ何なんだ、セキュリティに絶対あったんだけどな。セキュリティ行った人いないですか？ボタンの何秒前ぐらいですか？いやもう、停電の前だから。あ、じゃあ結構前か。結構前かな。だから、あ、じゃあ俺じゃないですか？俺とクロムじゃない？多分。え、見たんですか、クロムさん。見ました。だったら、セキュリティそんな前の情報とは思わんかった。ベントでボタン押したとかが一番ありそうだけど。いや。俺ちなみにメインで慎太郎さん、ゾニキさんっていう順番にすれ違ってるんで、もし殺しに行くとしたら慎太郎さんの方が可能性あるんじゃないかってちょっと思ってるぐらいやけど、どうなんだろう、どうなんだろう、どうなんだろう。ナイトでは、あ、よかったです。ゾニキさんから慎太郎さんの白出ます？いや、それまでの行動がわからないです。黒野さんが最初のケーキ出さなかった。よし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 、でカッキさん以外を殺せば。マジで最悪。詰まるか。
メインで、カキさんと慎太郎さんと僕が脇でしたね。うん、で、俺は今停電直して、その間に先端さん、ゾニキさんっていう順番ですれ違いました。そういうことは。いや、まあ、カキさんだと思うけど、今の。いや、待って、どういうことこれ。千早さんはどこ脇？どこの話でですかね、今回ですか。今回、はい、今回、ブリックですね、宿舎前通路。宿舎前通路。じゃあ、そうか、センターさんがゾニキさんで、前ローラー止めたじゃないですか、ゾニキさんの。もうあそこでゾニキさん白決め打ち進行みたいな感じでしょ、はい、じゃあもうセンターさんじゃない、はい、てかまあ、昨日の時点でもうそんな、だって千早さんの話とかゾニキさんの話聞かなくてももう、うん、うん、確かに慎太郎さんも言っとった、センターさんか俺やって、っていうことはセンターさんだな。センターさん、かきさんって言ってましたね。 LINE があったのがあって、神宮寺さんとの LINE があったのがって言ってました、ね。いや、神宮寺さんを俺はかばってないよ、向こうが。だから LINE っていうのはそういうことなんで、かばい合いじゃなくても LINE なんで、うん、時間もらっていいですか。はい、ゾニキさん合わせますか、それともタスク勝ち狙いますか。ちょっと待って、俺タスク全然終わってないんで。僕も終わってないですね。あと次第あるんで、60秒は無理です。はい。じゃあ決めましょうか。やば。はい、なんか聞きたいことないですか。はい、どちらかというとゾニキさん、自分はカキさんかなと。やばい、考えてます。それはやばいっすよ。それは。いや、だってクロムさんのね、だって最新情報がカキさんだったのに出さなかったのもおかしいし。いや違う、それはセンターさんが、うん、嘘ついた。嘘じゃなくて見たんでしょ。いや見たけど、そんな前に嘘じゃなかったと思わんかったんで。ちょっと待って、ごめん、本当にごめん。本当にごめん。ちょっと、これ情けないわマジで、すみません、もう。これやばいか、これはやばいか、やっちゃった。何言えばよかったやろ、きっちゃあほらきちゃー、いやこれはきちゃー、見事です、センターさん、ありがとうございます。いやありがとうございます。あー、動画化されるセンターさんの村で、しゃーこれは嬉しい、情けな、もうこんな情けないの動画にされるの、しゃーナイスセンターさん、強かったな、なんか早めに強かったですね、するんだったらつけた方が良かったかもしれない。神宮寺さんの射的流がマジでナイスでしたね。まあ、いや、思いっきり、思いっきりきました。いや、ナイスですね。これは強いなぁ。カキさんだと思ったなぁ。いやー、カキさんが、誰かに繋ごうと思ったカキさんの。あー、あれ、うまいっすね、ほんとね。俺もね、カキさんだと思っちゃったわ。CM まで。うわぁ。3人残ってるタイミングで、切る。じゃなくて釣っていきたかったですね、慎太郎さんとゾニキさんとまだ残ってるタイミングです。 あれも勝ち筋それしかないですね。そうだから僕スキップ入れました、あそこで。あ、それされると負けるのでスキップ入れました。カキさんから釣ったらさ、今度俺が危なくなんない、うん、あそうか、確かにそうか。あそうなんだ。あ、分かんない、俺が結構疑われてきましたよ、ね。まあなんか慎太郎さん、でもそれってカキさんだけだったから、うん、あでもどうなんだ、でもカキさん釣って終わんなかったらなんか慎太郎さんに行くのも、そう、俺もなんかそういう流れがあったから、なりそう。あ、そっか。だから俺スキップ入れちゃったんですよね。いやー、うまいっすね。いや、じゃあ今のは多分俺が疑われた時点で誰かと一緒におって確実に白取れるような動きをしとけばあったのかな。まあでもしゃあない。まあでもそれだと多分脇が、脇の時点で、慎太郎さんと木さんと僕だった時点でも、ほぼ勝ち確だったんで、僕が。あ、そうか。そう、それで、僕と一緒に動いてたら、第三者誰でもいいか殺して、もう慎太郎さん殺す気満々だったんで、あそこで。いや、なるほど。あれまくん、どこで死んだ？僕エレクトリカルです。てか、そうです、慎太郎さん、僕あれ、ゴミ捨てやってただけなのに、なんでそんな、ひどいこと言うんですか？あっこからゴミ捨てできるんだ。
そう、僕もゲンさんに教えてもらって最近知ったんですよね。ベントみたいなこと思った。で、絵で右上でアルマさんキルして、で、カキさんがなんかのセキュリティにいたんで、それだけ侵入してたんですよ。あー、ゲンです、ゴミ箱ここからできますって止まっちゃうんで、ちょっと一瞬抜けて入ります。あ、はいはい。な、何って言ってました？あ、ちなみにセンターさんって停電中エンジンの弁当開けま使いました？僕弁当はほぼ使ってないです今回。ああ、じゃあ見間違いかもしれないです。どっかで使ったっけ。あの、クロムさんの、そう、コックピット、クロムさんを切りした時だけ、一回だけかな。あ、じゃあ見間違い。いや、ごめん、かきた。すみません、ちょっとリセット。いや、なんでクロムが。いや、なんか、セキュリティってごめんなと思って。確かに。セキュリティってごめんと思って。いやー、さすがっす。いやー、もう LINE の話、ちょっとあれは。なんて言えばよかったよ。まあ、あれはジングリさんが LINE 繋いだのが上手でしたね。いや、ゾニキさんにやられた時のあ、やべえ、やらかしたとか思ってましたから。あ、すごかった、ゾニキさんめっちゃよかった。ゾニキさん今いないっすよ。あ、そうだ。